はい、こんにちは、こんばんは、シャリです。カルチョビターやっていきたいと思います。今日の対戦相手はまた AC パンチェッタ戦ですね。ワールドカルチョクラシックの1回戦セカンドレグです。ファーストレグは1対1の引き分けでアウェーゴール1点を持ち帰る、結果となったんですが、またして今日どうなるのでしょう。ちなみにね、先週ジャパンカップじゃなくて N1 リーグ優勝を決めました。はい、まあ楽勝だったね。であと残るはこのジャパンカップと、まあ、このワールドカルチャークラシック、この2つの大会を優勝すればもうね、やっとメガクラブになれるということで、やっていきたいと思います。それでは試合いきましょう。スタメンは、いつも通り、ちょっとね、前回ここ亀山だったけど今回はみゆきを置いています。それでは試合開始。勝率は 33%。 いやでも結構高くなってきたね。こう見ると今までもうちょっとね、なんか相手チームの方が強かったっていうか、パーセンテージ高かった気がするんだけど、で今回はね、あとマノがねスタメンで出てくれてるということで、ちょまた外してくれないかなとちょっと祈っています。一応1対1というね、ファーストリーグの結果を踏まえながら試合を進めてもらいたい。来た。いや、惜しい。今のなんかボレーして決める、なんかシーンがさ、俺の頭の中でよぎったんだけどね。取られちゃった。で、ちょっとね、前回の動画、てか今回音大丈夫ですか、俺。なんかね、自分の声の音と、なんかこのゲーム内の動画なんかね、ちょっとバランスがおかしくなってて、まあ仕方なく、むちゃ無理やり動画、なんかめちゃくちゃ気持ち悪い動画上げたんですけど、正直なんかさ、自分の声ってやっぱさ、気持ち悪いより聞いてて、逆になんか自分の声好きって人とかいるのかな？俺ちょっと正直ね、あのね、女性の声になりたかったね。なんかカラオケとか行くと特にそう思う。なんかさ、例えば誰だろうな。平手さんみたいな声になりたかったんだよ、俺。ちょっとなんか、女の人の中でも、なんかちょっと低い声っていうの。で、ちょっとカラオケちょっと歌いたかったら、ちょっとジンマロね、俺歌も下手くそだしね。声は、なんて言っても気持ち悪いよね。でもなんか一回だけね、イケボってなんか言われたことがあってね。大学のなんか授業でね。オンラインでさ、したらなんか、なんか発表してて、なんかグループ内で、したらなんか、おい、イケボですね、みたいに言われてね。俺今まで気持ち悪いしか言われてこなかったからさ、やっぱちょっと嬉しかったよ、ね。で、なんかワールドランが決めました。いや、ナイスゴール。こう1対0。まあでも、まだわからないね。とりあえず、もうできるだけ今のうちに点取ってくれ。でもなんか、すごいゴールじゃなかったね。クロスから。いやー、ナイスゴール。もうね、うちのこの2トップはもう能力値化け物なんで、ほらもうほぼ S なんで、スタミナ以外。あ、ティコ坂もすごいね。この浮き津まで、僕はもう完璧。龍崎もてか強いな。やっぱ結構ね、やっぱ3冠取ったチームなだけあるよね。今年もういけんじゃない？もう、これ3冠取って終わらせよ。このシリーズを。うん。多分、大丈夫なはず。クリア。これクリアしてる。絶対クリア。OK。千尋がボール持った。千尋なんかめちゃくちゃ上がるね。まあでもな、3バックのね、あの、両サイド、まあ、ストッパーの位置はさ、結構なんか、上がるチームもいるよね。なんか、ミッシャとかのさ、チームもさ、結構上がるしさ、ね、まあ、裏時代でなんか、森脇、牧野、うん、あのあたりも結構上がってたし。やっぱ、3バックいいよな。5バックでさ、なんか、守備固められることもできるし。お、内山のボレー。いや、これはもう勝ったんじゃないか。あ、でもあれだ、まだ2対2じゃん。負けなんで。もう1点欲しいな、もう1点。ちょ、皆さん、あと、ユーロ見ました。ユーロね、僕ね、ちょっとね、ワオワオ契約ちょっとできてなくて。いや、前までしてたんだよ。ちょ、なんかテニス見るためにワオ契約してたんだけど、ちょっとなんかね、はい、ちょっと、してなくて。
見れてないんだよ、ユーロ。はい。でも、なんかあの死のグループって言われてさ、グループ何かわかんないけど、なんかフランス、ドイツ、あ、やべ、決められた。まあ、いや、そう、フランス、ドイツ、あとどこだっけ？いや、待って、お、出てこない。フランス、ドイツ、あれ？まあ、いや、とりあえず死のグループの、なんか強い3か、3、3つの国のさ、チームがさ、負けたんでしょ？ 1 回戦で。あれちょっとなんか意外だったよね。驚いた。まあ、フランスとかオランダ？あ、オランダっけ？まあ、とりあえずフランスとオランダ負けたのはね、さすがに予想つかないよね。あとちょっとちなみにね、僕のあの、ユーロを予想してるチームがあってね、どうだと思いますか？まあ、皆さんやっぱベルギーとか言うと思うんだけど、やっぱりね、イタリアでイタリア。なんと言ってもね、無敗がって続いてるからね。30何戦無敗でしょ、今のところ。今現在多分確か31試合無敗だった気がする。まあだから、多分イタリアは強いと思う。得点力があとすごいよね。インモービルとか、誰だっけあと、やべ、出てこねえ。やばいやばい、今、うちも、えぐいシュートしたけど。待て待て待て。やばいやばい、ちょっと待って。ちょっとちょっと、今なんか、喋ってる間に、内山がめちゃくちゃエロい、エロい、かっこいいシュート。え、これ、え？うまくね？やばいやばい、これやばすぎる。ちょっともう一回見たいぐらいだけど。え？ちょっと交代しよう、ちょっと。時間があれだ。本丸をちょっといつも通りワールドラインに変えて入れて、あ、どうしようかな。今、またちょっとロビンソン入れよう、この1年。で、あとは、ちょっと7個どう出そうかな。包みに変えて、ちょっと7個出そう。え？ルーレットで決めたんだけど。あんなシュート見たことある？いやー。すごいな、内山。さすが。ワルダナより能力的にはもう、強いからね。まあでもワルダナはまあ、いないから比較できないけど。ワルダナのスタミナ B だから。やっぱスタミナね、違うからね。スタミナ B だと、疲れ早いから。こう、交代せざるを得ない。まあ、そんなしなくてもいいんだけど、B やればね。まあまあまあ、答えしました。いや、でも今の内山のシュートすごかったな。もうシュートじゃないね、あれでも。ドリブル？かっこよかった、あれは。アイシュート決めたいな。いや、彦坂もそこ決めてくれよ。まあでもこれ3対1なんで、まあ大丈夫でしょう。うん。あと1点取られても、勝ちなんで。いやー、マジか、ちょっともう一回ハイライトで見よう、あのシーンを。ルーレットで決めた？なんか、実際のサッカーでは本当ありえないし、いやでもありえんのかな？クロスを、なんか、くるってやって、もう、ゴール。ないな。もう実際のサッカーだったら、もうあれすぐ、ワンタッチでシュートってゴールだもんね。あ、まあ、ちょっとこれ、ハイライト、ハイライト。違うな。これ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 。ちょ、そうそうそう。これ。いやー。相手をあざ笑うかのような。いや、完璧でしょ、俺。いえ、かっこよすぎる。いや、ちょっと、初めてだ。初めて、こんななんかかっこいいシュート見た。うん、オッケーオッケー。とりあえず4対2で、勝利と、合計スコアね。はい。で、次の対戦相手はシュラスコ。まあでも、そんなエース多くないから、勝てるでしょう。どんで決勝で、いやでもわかんないな。とりあえず目の前の試合に集中しようか。まあ、とりあえず次の試合はシュラスコということで、はい。じゃ今回はこれで終わりになります。ご視聴ありがとうございました。